ハッピーフライト、ハッピーフライト、ハッピーフライトは2008年11月15日に公開された日本映画。監督は矢口忍。企画当初、監督は航空パニック映画を考えていたが、その後2年間のリサーチの結果、航空機が墜落する可能性が非常に低いことと同時に航空業界の裏で働く人々の面白さを知り、 脚本の内容を変更し、結果的に旅客機が機体以上で引き返し無事緊急着陸するだけという非常に地味な物語を面白く見せる職人芸が問われる仕事となった。リサーチは多岐にわたり、シアトルに所在するボーイング社なども訪れた。鳥被害の深刻さ、多くがカジュアルな私服で仕事をこなす管制官たち、主捨選択と妥協が要求される、整備。 機長の権限と責任の大きさ、原則として中年期まで昇進できないため若い、キャビンアテンダント以下、CA と表記にも見下される服装重視の悲哀など、業界外の観客に興味深い内幕が巧妙に織り込まれている。特に、空港側描写の中心として、航空会社のオペレーションコントロールセンター、奥に思い切った比重がかけられ、完成等に比べて、 地味な存在だった。この部署にスポットライトが当たることになった。映画制作にあたって全日本空輸の全面的な協力を得た。ANA では社内に映画の特別チームを編成し、作品企画時から脚本の直し、撮影時の協力、衣装の対応、ロゴマークの使用などのほか、撮影現場の立ち合い、社員によるエキストラ参加など多岐にわたって協力を行った。 撮影には実際に ANA 国際線で使用されていたボーイング747から400機体番号 JA8096 が日本の航空業界史上初めて撮影目的で15日間無料でレンタルされたほか東京国際空港第二旅客ターミナル関西国際空港また ANA 機体整備工場等でも大規模ロケが観光された いずれの場所での撮影も日本映画史上初である。キャストは、矢口が監督した、ウォーターボーイズ、スウィングガールズと同様、全員オーディションで決定した。これは、矢口のこだわりである。また、映画の登場人物にはモデルが存在するという。基調昇格訓練中の副操縦士、鈴木和弘、田辺誠一は、羽田発ホノルル域1980便。 ANA ーイング七百747から400で OJT 最終日となる乗務の準備をしていた。この路線訓練の試験に合格すれば、機長に昇格できるというものであるが、当初予定されていた優しい教官ではなく、厳しいことで知られる指導教官、原田天下、時藤三郎と乗務をすることになってしまう。この日は1980便の離陸後に台風13号が、 関東地方へ来るが、ホノルルまではおおむね悪天に見舞われない予報となっていた。また、機体の右上のピトーヒーターに不調が見られたが、右下のピトーガンは予備で通常は使用できないため、左2本を利用して航行することとなる。新人 CA の斎藤悦子、綾瀬春は,は、1980便で初めて国際線フライトに乗務することとなったが、 登場前ブリーフィングに遅刻し、鬼チーフパンサーとして知られる、山崎玲子、寺島忍に怒れてしまう。さらに、機内での作業が始まってからも周囲に追いつけず、同情の CA からも疎まれていた。グランドスタッフとして勤務する、木村夏美、田畑智子は、退職を申し出ているにもかかわらず、上司に拒否され続け、後輩の吉田美希、平岩神の教育にも手を焼いていた。 彼女はこの日も1980便のオーバーブッキングをうまく調整するが、座席変更を受け入れてもらう代わりに、機内持ち込み不可能な大きさの荷物でも持ち込めるようにするという取引をしてしまい、乗客に罵声を浴びせられた中堅 CA の田中マり、吹石和江とトラルになる。一方、空港では奥やドックで社会科見学の小学生を受け入れていたが、 奥責任者の高橋商事、岸ベイトクラは、その対応に手を焼いていた。その頃、滑走路に鳥が集っているのを見た、管制官は、バードパトロールに駆除を要請するが、雑色車者と偽って接触してきた、愛鳥連盟の人間により妨害され、駆除に使用する銃が空砲であることを説明している、間に離陸中の1980便は、鳥の群れへ突入してしまう。この光景は、 城南島海浜公園にいた航空マニアも目撃し、その写真をインターネットに上げていた。その写真を見た航空マニアの若者は、再催に1980便に異常がないかを聞くが、さいさいは荷物を取り違えた男性客の対処へ借り出される。彼女は転倒しながらも出発したリムジンバスを追いかけ、荷物を取り戻すことに成功する。 荷物を戻してもらった男性はその勇士に感激し、再々に上のレストランで会いましょうと名刺を渡す。越子は CA に憧れる修学旅行の女子高生から、先望の眼差しを受けるが、雑誌と間違えて、絵本を持ってきたり飲み物を間違えるなどのトラブルを連発した挙句、乗り物酔いした客に土砂物を制服のスカートにぶちまけられてしまい、霊子からキャビンに出なくてもよいと命じられてしまう。 しかし、機内食のデザートが提供できなくなると、イ子は、エツコの料理の腕を見込み、機内に残っていた食材で、大体のレシピを考えさせる。この計らいは、見事成功し、エツコも自信を取り戻す。ここまで、順調に運行してきたが、コックピットでは、大気速度計が突如作動しなくなり、鈴木と原田は1980便の羽田機間を決断する。原田は、 機内対応中、ミキが機内に入れたサイズオーバーの荷物が落ちそうになったのを受け止め、手首を痛めていたため、機関の操縦はすべて鈴木に任されるが、奥のディスパッチャーからは、房総半島を通過してからでないと高度を下げられないことを示すフライトプランが提示される。一方、残業が決まった、サイサイは男性にもらった名刺をシュレッダーにかけたのだった。奥は雷で停電し、 高橋の指導の下、コンピューターを使わず2 9 8 0便の着陸計画を立てる羽目になる。同時に、航空マニアに話を聞いた、サイサイからの情報提供で、離陸直後の1980便の左ピトー管に鳥が張り付き、上空でその鳥と共にピトー管が外れていたことが判明する。風速や風向が周期的に変わり続け、唯一使用できる。 右上のピトをカが氷価するまでは、旅もわからないという状況の中、鈴木は、雲の状況から、南向き16での着陸を決断するが、高橋はこれまでの動向から、北向き34での着陸を指示する。鈴木は、木更津上空まで来ていたがこれを受け入れ、強烈なオ風と雨の中、無理やり侵入経路に乗せて、着陸を行う。 侵入は往風上に機種を向けながら設置しつつ、オーバーランせず無事に停止。地上では整備士たちがこれを見守り、機内でも拍手喝采となった。戻ってきた客の対応が始まる中、サイサイはこっそりレストランへ赴く。一方、鈴木は原田に一連の機関も、試験の採点対象に入っていたことを知らされ、慌てふためくが、エンディングでは、機長として乗務に当たっている。 R, L と数字は担当ドア。脱出機数字は見習いを意味する。制作チームは作品に合った様々な宣伝展開を行うのを得意とする。過去には、ウォーターボーイズ、スウィングガールズなどでも通常の映画宣伝の枠に、とらわれない活動を行った。制作発表は、羽田空港にある ANA の格納庫で行われ。 ハッピーフライトのロゴ入りボーイング747から400でキャストが登場した。キャストはこの機体にサインを残した。完成披露試写会は実施されなかった。従来の矢口映画と同様に本作でも5本のサイドストーリーが制作された。また映画公開に合わせ、フライ、フライ、フライ、ハッピーエアポートなど多数の航空関連番組が制作されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。